の技術として取り組んできた燃料電池と、燃料電池で使うための水素を作るための水電解技術ですね、まあ、それを統合して水を使ってエネルギーを貯めて作れる循環型のエネルギーシステムの研究開発を進めています。燃料電池は車用のパワートレインとして長年かけて小型軽量化高効率化というふうに取り組んできたものなので、非常に競争力のある技術になります。ロケットで発射するのにあたって、まあ、今一般的に言われているのは 1kg のものを運ぶのに1億円かかるというふうに言われています。そこで、ホンダのがこれまで培ってきた水電解、そして燃料電池システム、それを統合した小型のエネルギーシステムにすることによって、より宇宙への運びやすさであったりというところにこの技術がですね貢献できるというふうに思います。一般的な機械式コンプレッサーを使うシステムに対して、半分以下にすることができます。2020年代後半にかけて月面の地面の探査が、本格化することになります、まあ、そこにまずはこの技術を使って貢献していくということで、その先に待っているのは月面での恒久的な活動拠点で構築になります、まあ、そうすることによってそこに人が生活する空間が広がっていくものだと思います。そこにこの技術で貢献していきたいというふうに思っています。